こんにちは、札幌占い美容室早任せの後藤です。今回はですね、モデルさんの方で、今気になっているのが前髪が落ちてしまうというところが気になっているんですもんね。まあ、ここがね、で結構ゴールのスタイルとしては結構まあサラサラのこうボブですね、もうちょっと長いやつですね、肩ぐらいのボブにしたい、 A ラインのボブにしたいんですが、あのくせ毛でちょっと広がってしまってるんですよね、この辺とかで、ツヤ感がちょっと今ない状態なので、これをちょっと変えたいなと、簡単な方法で変えたいなと思うんで、1時間半ぐらいあればできるかなとか思ってますね。今日のやることはくせ毛を生かしながらちょっとツヤ感を出していきたいなというふうに思ってます。はい、説明はやりながらちょっとしていきますので、ちょっとやっていきたいなと思うんで、まあ結構簡単かなと思います。はい、今回の僕が思う問題点というのが、やはりちょっとここの膨らみがちょっと気になる。で、結構まあ今札幌なんでちょっと乾燥したりとか、冬場とかやっぱり髪の毛が濡れて職場に行ったら広がってしまうっていうこともあるので、もうここを削っちゃいたいなと思うんですよね。で、くせ毛カットでもまあいろんな方法でくせ毛カットはできるんですけど、まあカットだとやっぱ限界があったりとかして、お客さんがやりづらいとかもあるんですよ、実際。で、どうしてもカットでやってくれっていう場合は全然カットではやるんですけど、やっぱりカットだけじゃできない部分ってやっぱあるんで、くせ毛の方も二通りいて、強制流していきます。ヘナジェルとヘナウォーターをつけていきます。はい、で、ヘナジェルヘナウォーターが今新しくリニューアルするんで、かなりサラサラ感の今までの従来のやつとちょっと変えてですね、より使いやすい感じに今変更いたしました。はい、ヘナウォーターとヘナジェルですね、サラサラ感が増したっていう感じですかね、簡単に言うと。そういう風にちょっと変わりました。じゃあこれで自然に乾かしていきます。バッグなんですけど、今このぐらいの重さに収まっちゃってるんで、でバッグ切るときにライバル使う場合は、僕ちょっとこういう場合はね、髪の毛が吸い付くように、16スプレーを、かっこつけてるとかじゃなくて、結構これ考えてちょっと切ってるんですけど、こういう風な感じになるんで、はい、そう、結構いいでしょ、うん、っていう感じです。